回の動画は、普段忙しくて時間が取れない方でも短い時間で効率的に利益を出せる手法を紹介していきます。ちなみにこの手法を使って1時間で12戦9勝でした。そんな手法を誰でも再現できるインジケーターの数値を知りたい方はぜひこの動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を追加してヤクルトとカタカナでキーワードを送ってきてください。こんばんは、ミトリンコイントレーダーのかなこです。プライベート配信のテレグラムを開設しましたが、皆様も登録はしてくださいましたか？これ明確な理由があって、投資というジャンル上 LINE だとなかなか発信ができないバイナリーオプションの一歩踏み込んだ情報っていうのもたくさんあります。そういったよりですね、収益に直接つながる情報だったりとか、いつも動画の初めにお話ししているような私のトレード以外のプライベートな部分だったりですとか、定期的なプレゼントの発信もしていく予定です。そしてこういった発信は今後テレグラムのみで行うかもしれないです。配信で受け取れなくなっちゃうなんてこともありますので、今のうちにですねテレグラムの登録も必ずお願いします。概要欄に作り方と私のテレグラム貼っておきますのでよろしくお願いします。はい、では早速本編に入っていきましょう。先日私の LINE でマウさんですねという方からこのようなメッセージをいただきました。かなこちゃん、年内にお金が必要になっちゃって、でも最近ずっと連続で安定して勝てないんだ。簡単に連勝できる方法があれば教えてほしいなとのことで、まずはマウさん動画への掲載許可とご連絡ありがとうございます。確かにバイナリーで勝つことが増えてきても大きな連勝につながることが少なかったり、なかなか勝ちが続かず気がついたら連敗の沼に使っているということかなり多いですよね。そこで本日は1本足と5本足で活用が可能、超簡単に連勝できる驚きの手法を紹介します。実はこの手法ですね、私がバイナリーを始めたての頃にプロのトレーダーの方に教えていただきました。しかもエントリー条件はたったの1つ、インジケーターのラインを上か下か選ぶだけなのでとっても簡単なんです。この手法を活用し始めた途端、怖いほど連勝することができて、一気に大きな利益を出すことができました。今はチャートの分析も行えるようになったので、この手法はもう使っていないんですが、今回連絡をくださったモンさんをはじめ、あなたの力になれればと思い紹介させていただきます。はい、では早速説明していきます。冒頭にもお話ししましたが、この手法は1本足と5本足両方で活用ができるんですけれど、ただ1本足よりも5本足の方が勝率は安定するので、今回は5本足で紹介していきます。もちろん1本足の場合でもエントリー条件は変わらないのでご安心ください。すでにですね、画面にはチャートが表示されておりますが、今回の手法で使用するインジケーターはマネーフローインデックスとウィリアムズパーセントレンジの2つになります。マネーフローインデックスは以前も説明を行ったので省略しますが、ウィリアムズパーセントレンジはあまりですね動画で取り上げていないのでここで説明をしちゃいます。ウィリアムズパーセントレンジとはアメリカの投資家ラリー・ウィリアムズ氏が考案したオシレーター系のインジケーターですね。アメリカでは高い人気を誇っております。基本的にはオシレーター系のインジケーターなので、相場が売られすぎなのか買われすぎなのかを示すことが特徴になります。はい、では早速この2つのインジケーターを挿入していきましょう。まずはマネーフローインデックスを先に挿入するので、挿入のインジケーターからボリュームを選択してマネーフローインデックスを挿入します。無事に挿入ができました。次にウィリアムズパーセントレンジを挿入します。画面上にある星型マークのナビゲーターをクリック、インジケーターの中にあるオシレーターを選択すると、一番下にですねウィリアムズパーセントレンジがあるので、マネーフローインデックスの上にドラッグアームドロップで挿入をします。はい、無事2つのインジケーターを挿入できました。これでインジケーターの挿入は完了です。またこの2つのインジケーターの数値ですね、モザイクをかけているんですが、この手法を活用する上でかなり重要になるので、私の LINE 限定でこの数値ですね共有しております。概要欄のリンクから私の LINE を追加してキーワードヤクルトとカタカナで送ってきてください。はい、では早速インジケーターの挿入も完了したところでエントリー条件確認していきましょう。この手法のエントリー条件はたったの1つです。しかも誰でもですねすぐに見つけられるので、すぐ覚えることができちゃいます。皆様ぜひ使ってみてください。はい、では説明を行っていきましょう。ハイエントリーはマネーフローインデックスとウィリアムズパーセントレンジのラインがどちらも上方向に向いている箇所を確認するだけです。あとは確認でき次第次足でハイエントリーをしていきます。どうでしょうか、めちゃくちゃ簡単だと思いませんか。
実際にここの箇所ですね、マネーフローインデックスとウィリアムズパーセントレンジのラインが上方向に向いているっていうことが確認できるので、赤い縦線の次足でハイエントリーをして無事勝つことができております。はい、では次はローエントリーです。ローエントリーはマネーフローインデックスとウィリアムズパーセントレンジのラインがどちらもですね、下方向に向いている箇所を確認するだけなので、ここの箇所です。ここの次足でローエントリーをかけて勝つことができましたし、続けて下がっていることが確認できるので、ここもローエントリーをかけて勝つことができております。いかがでしょうか。2つのラインが同じ方向を向いている箇所を確認してハイかローを選ぶだけなので、シンプルで簡単だと思いませんか。そしてこの手法の勝率を上げるポイントですね、最後に紹介していきます。まずですね、ハイエントリーの場合なんですが、20のライン付近で上昇方向に2つのラインが向いた場合でエントリーを行えば勝率はより高くなります。またローエントリーの場合は80のライン付近で下降方向に2つのラインが向いた場合でエントリーを行えば勝率は高くなり、ぜひこのポイントも参考にしてエントリーを行ってみてはいかがでしょうか。またですね、この手法を活用する上で今回紹介した2つのインジケーターの数値は私も LINE で共有していると先ほどお伝えしましたが、受け取り方法を忘れちゃった方もいるかもしれないので、もう一度お伝えします。キーワードヤクルトとカタカナで私の LINE に送ってきてください。すぐに通知をお伝えします。はい、ということで本日の動画いかがだったでしょうか。今回紹介した手法以外にも投資やバイナリーに関してわからないことがあれば、絶対にそのままにせずお気軽に私の LINE にメッセージを送ってきてください。バイナリー以外でのメッセージでもどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。